え、なんなん？あの団結力は。でもさ、主語がでかいんだよ。マジフェイビーね。うん？そう、専業主婦が仕事しない。いや、もう、どうでもいいことでさ、バズるよな、奴ら。え、なんなの？え、専業主婦、よくさ、愚痴アカウントみたいなのバズってるじゃん。暇なのかな、やっぱり。暇なんだろうな。だって賛同者あんだけいるんだぜ。昼の変な時間とかにつぶやいているさ、なんか、もうやだ、夫ってば帰りも遅いのに、うちの何々ちゃんの面倒も見てくれない、休日なのに。平日だろうか休日だろうが、夜中だろうか昼だろうが、わかります、私の旦那もそうですっていう人、めちゃくちゃこうリプついてる。いや、なんかみんな、なんか大変だなって。え、なんなん？あの団結力は。ママさんたち。そんだけ大変なのか。でもさ、主語がでかいんだよ。お前の旦那はもしかしたらそんだけ、お前の目から見たら大変かもだけど、それでなんか、いや、余計なんだよね。男は滅ぶべしとかさ。さ、マジ余計な一言つけてさ、なんか主語がでかい言葉つけたりして、そんで炎上するみたいな。あれ、なんなん？で、それにさ、反応してさ、男が、専業主婦、楽でいいですね、笑い、みたいな。何あの地獄。ね、そう、夫婦間が悪い、仲悪いだけ。そうなんだよ。それをさ、なんか、夫婦喧嘩を全国に垂れ流してるわけよ。で、大体そういう時怒ってるから、主語がでかい。そうすると、なんか、便乗してさ、そうよ、男が滅ぶべきなのよ、みたいな、過激フェミニストが反応して、大変なことになるわけ。な、どうにかなりません？あの、よくわかんない感じ。なんか、男であろうとさ、女であろうとさ、どうしようもない奴はどうしようもなくてさ、馬が合わない人は馬が合わねえじゃん。男だ、どうだ、女がどうだ言うからさ、あの、おかしくなるわけだよ。本当に、困ります。はい。まあ、ごめん、どうでもいいね。どうでもいい。そんなことはどうでもよくて、とりあえず、進撃の巨人を見てください。どうでも、ああいう、無意味な、ツイッター見ると結局げんなりするから、そんなどうでもいい。そんなことより進撃の巨人を見ろ。学ぶことが多いから。で、我々はこんな些細なことでいがみ合ってる場合じゃないって思うから、本当に。え、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。